完全にこれもうポケモンセンター止まった後のような状態だよな。でこれで下に降りていけばもう一個の宝箱も回収できて、うん、地下に行く階段にも行けますよみたいな感じだよな。あー、オッケーオッケーオッケー。まだ気づいてないんだったらもうみんなでみんなで総攻撃してボコればいいだけだよな。完全なら集団レイプ。背後を襲ってさ、あれ見てれば、なんか、名古屋、愛知か、愛知闇サイト殺人事件ってあったじゃん、昔。なんかそれみたいな感じだな。完全に不意打ち仕掛けて、なんか連れ去るみたいなさ、あの事件みたいな感じの攻撃の仕方だったよね、今の敵がまだ気づいてないから、一方的にボコローぜ、みたいな。でもこのデスアロー今手に入れたけど、このデスアローもさ、なんだっけ、ルフィアが覚えてるデスの魔法みたいな感じでさ、全然効果 なさそうだよな。んーで、スカルヘッド先に倒した方がいいのかな、よくわかんねえんだけど。ラギール使って、こっち使って、ジュリナはこっち攻撃させればいいか。いや、ジュリナも魔法でよかったかな。うわー、眠らせられた。物理得意なやつがね、あっぶねえ、ルフィアも眠ってたらほんとやばかった。パーティー全員眠るっていう、そういうわけわからん状況になるからな。まあ、だとしても、こっちの状況が不利なことに変わりはねえんだけどさ、もう一回鋭い眼光使われた日には、もう指名だよな、それで。もう一回ラゲル使って、物理攻撃痛すぎんな。ちょっと頼むよ、ルフィア寝ないでくれよ。ルフィア寝たらマジでシャレにならん。オッケー。ほんと眠らない指輪みたいのないと困るよね。おじさん寝るな、よしよし。おじさんは耐えた。逆に今度ルフィアが寝ちゃいそう。よし、耐えた。魔法もう一回ラギル使った後だったら寝てもいいけど、それまでは寝ちゃダメだから。死んでも働かせるから。いつもラギル2回使わせて、これでシャレ神戸くたばるでしょ。あとは、進撃の巨人みたいなやつ倒せば、これでどうにか、ああ、エスリート使うのか、こいつも。見た目の割にそういうの使ってくんだな、こいつ。まあ、普通に物理でぶん殴れば倒せるでしょ。アグロスが今頃目覚まして、もう目覚ました瞬間、トロルが死ぬってちょっとびっくりだよね。んで、ああ、まあ、ルフィアでいいか。ルフィアの、エストマゼ。うん。ほどほどに HP を回復させて、まあ、今の使い方は我ながらいい采配だったと思うわ。この落とし穴みたいなのは何なの？で、命の源を手に入れて、で、これでまたおじさんを、おじさんの HP をさらにますます強化させていって、こっちは階段が多分あるだけのはず、下はどうなってるの？下どっか繋がってるか。いや、MP、あ、ちょっと待って。こいつ MP 持ってんのかな？こういう時だよな。こういう時にちょいちょい、まあ、吸収してった方がいいんだよ。あー、でもおじさんワンパンできるんだ。手応えあり。あー、もう二人とも、いや、いい。でも、二人が物理攻撃してくれたおかげで、あぶそう見せるってことは、これ MB 持ってねえパターンだな、こいつ。これだから脳筋は困るんだよな。まあ、毒攻撃にする特技と普通に物理でぶん殴る。それぐらいしか取り柄のないような敵だったんだな、要は。まあ、久しぶりにポイスナだよ。こういう時じゃないとおじさんの、ジュリナの毒食らってる時のモーションちょっと面白いな。なんかアヒル座りみたいなさ、座り方してるよね。あれ、これ待って、こっちって言ったっけ。んで、ラギル使って、アーティの夢でぶん殴った方がいいわ。全面的に倒すのはまずこっち。この戦闘多分パッとしねえな。もしかしたらカットしてるかもしんねえな、この辺で。やっぱ2パートまとめて取るときの実況ってさ、ちょっと中だるみみたいになるよね。待て待て、こっちは来てるから、聖水使ったっけ？もうこのままいいや。もう聖水使って上に突っ切るか。上の、どこだっけ？こっちか。こっちまだ行ってないよね。あ、行ったか。あ、階段あるだけか。ああ、はいはいはい。ああ、どっちからでも行けますよ、みたいな感じか。とりあえずこっち行って、あ、いらねえ。捨てよう、これは。捨てた方がいいよな。いや、売っても2円にしかなんないからな。うまみなさすぎるんだよな、あの邪悪の水で。で、命の源手に入れて、もう一個ぐらいアルミナありそうなもんなんだけどな、あるかな。デスアローも見つけて、このマップで多分あの階段が
あ、もしかしてあれか、あの階段じゃないと下に行けないとかかな。で、聖水使わせてミラクロース手に入れの、多分そうだな、ここ上のマップになってるっぽいよね。うーん、でまたお前らか。このデーモンメースってあんまり俺詳しく知らないんだけどさ、どういうキャラなの。あー、つかか、呪文リアがもしかしたら効くかもしれないから、完全にアーティの弟子の上位互換みたいな感じだよな。なんか持ってる武器もさ、なんかトゲトゲのなんか痛そうな、なんか拷問に使えそうなさ、なんか ボールみたいなの持ってるもん。リーデーと、これあれだの、リアの上位互換じゃないの。なんか氷の塊ぶつけられてるような感じするんだけど、氷属性なんだなこいつ。なんつうか鋼っぽい、鋼と氷タイプみたいな、そんな感じか、ポケモンで言うと。で、左のシャレコーブはなんかゴーストと氷みたいな、なんか雪目の子とかと同じだよな。で、あとこっちのルフィはいつもよりか結構死にかけてる。うーん、で、エスリットでいいか。エスリットでちょっとルフィは回復させて、まあ、ちょろっとだけ回復させてやって、あぶねえな、おい。あぶねえ、今のタイミングで回復させて、割と正解だったわ。で、この攻撃がおじさんに来て問題なし、ルフィアに来たら死んでたかもしれないしな。まあ、たまにちょいちょい MP 盗むぐらいで、おお、モニスタ。モニスタ手に入れた。これ何、モニスタって、うん、コンボの先に鎖で繋いだって気がついて、え、これもしかしてすでに誰か装備してないか。あ、ちょっと待って、武器ってさ、買ってないか。うわ、ダッセ。すでに購入済みの武器だった。悲しい。あー、なんかぽいな。上のマップは、ぽいな。上でしか行けないみたいな、感じか。多分どこにも行き先、あー、こっちにもあんの。1000ゴールド、魔法の源、デスアロー。こっちからも行けるんだ。こっちから逆にどこ繋がってんの。あ、こっち。じゃあ左の階段登る必要ないよね。これでこのままこの、なんだっけ、この、島っていう言葉が全然出てこなかった。お城って言いそうになってたかな。こっちなんもないのかな。ちょっと外周を、あー、出てきてくれた。いい子だ。眠らせてくる輩がいないってことは、もうそのまま全力で行っていいよね。でもこういう時に限って、あいつが逃げるんだよな。あのシャレコーブみたいな、あ、逃げなかった。なんかすごいいい子だわ。よく教育されてる。教育の賜物だよな。きっとご両親が、すごく、まあ、誠実な方だったんだろうな。真心込めて、まあ、精神誠意子育てした結果、ああいうタイプのレッドコアが生まれたんだろう。俺に駆られるために、こういうレッドコアを育ててくれてありがとうと、まあ、こいつの、レッドカーのご両親には挨拶しておきたいとこだよね。なんか逃げられそうな、こんなわけあがんねえこと言ったら普通になんか逃げられそうな気してきたわ。で、アクロさ、ご両親が真心込めてとか言ってた頃の俺をぶん殴ってやりて、はあ、なんだかな、うまくいかねえよな、人生と一緒だ、はあ、なんかルフィアも死にかけてるしよ。今誰が何した。あー、オッケーオッケー。とりあえずくさばってくれれば。ザウルスはそんな強くないから、あー、オッケーオッケーオッケー。アグロスなら死んでもいい。いや、アグロスは死んじゃダメだ。アグロスかルフィアだったらやっぱアグロスの方が大事だ。ちょっと回復しようか。で、蘇生入れてやって、あとはここのフィールドの外周さえ回ってしまえば、あ、もう俺こんなにあれか、魔法の源、こんな源シリーズ持ってたか。魔法の源、あ、いいね、4も増えた。え、2、4、おお、これ何、最大って何、4ぐらい。邪悪の水も捨てよう。アルミナが、あ、2個か。せちがれえよな。この辺は宝箱はないのかな。奥に行く、この洞窟なにどこまで続くのかと思ったら、ただ宝箱が2つ並んであるだけ。エクスマジック、ハイマジック、いいね、マジックシリーズ。
まあ、ここまで来たら MP 相当消費してるだろうから、これ使ってちょっと休めみたいなさ。え？待って。あそこどうやって行くんだ？扉があるってことは、ちょっと考えろ。ワンチャンだけど、武装部を使ったら逃げられるかな。てかアグロスは普通に攻撃して戦闘終わりそう。予想通り。あの位置にあるってことはもしかしてだけど、多分この細い通路には何もないはずだから、スルーで、どっから入るの、あそこ。うわ、この宝気になるな。上からさ、どっか降りていくみたいな、ある？あ、ここにも宝箱あんのね。ハイボムを見つけた。下から行けるとかか？下を俺そこまで詳しくは探索してはいないから。で、トロールの方は、ちょっと野郎どもがぶん殴って倒してくれれば問題ないんだよ。このデーモンメイスのなんかキャラ性さってよくわかんないよな。てか俺今ね、裸で実況してんだよ。なんか今日さ、なんで今このタイミングで言うのかっていう話なんだけど、今裸で実況してて、いや、お風呂が結構あったかかったんで、お風呂、ちょっとあったかめのお風呂入って、部屋も結構なんか暖房入れてポカポカしてたからさ、なんか気づいたらもう裸で実況してたわ。何も考えることなく、服を着るっていう発想に至らなかった。で、今よく見たらなんか、裸足じゃねえや、裸だったんだよね。で、チュリナが何？リデと覚えた。あ、氷の塊の敵にぶつけます。すべての敵に。あ、いい。大していいもの手に入れたわ。これ下は？こっちの下どうなってんの？で、俺裸でなんかその実況を撮ってるってことと、あとなんかもう一個、割と大事なことを言おうとしたんだけど、なんか忘れちゃったな。なんだっけな、なんか、大事で、まあそこまで大事でもないけど、まあ言っておいた方がいいみたいな感じのことを実況前にちょっと考えてたんだけどな。何を出したんだっけな。裸で実況してるっていうのと、なんだっけな、なんか割とどうでもいいけど伝えておきたかった情報みたいなのあるんだよ。なんかこの動画見てる視聴者の中にもそういうのをたまにね、たまに伝えたいなって思う時あるでしょ。それと一緒なんだけど、それが起きるんだよな。あ、これあれかな、あ、こっちから、あーぽいな。この細いつのまさにそれでしょ。で、トロール、ラギル、ラギって、チュリナでも普通にぶん殴りでもいい気すんな。氷の塊にぶつけたとしても、耐性があるキャラもいるからさ。まあ、80ぐらいのダメージ安定して与えられるんだったら、無理に魔法を使う必要はないわな。いや、俺がもう一個なんか言おうとしてたことなんだったのか、なんか、もやもやしてるわ。喉の奥から手が出そうな感じ。このもやもやした感じたまんねえな。何を言おうとしたんだっけな。いやいや、なんかね、話そうとしてたことあったはずなんだよ。全然思い出せなくなるな。いや、裸で実況するっていうのと、何だったかな。年のせいだよね。こういう時にアハ体験ができるかできないかで、こういう、あれ？そういうことしてくる。そういうことしてくるが、フライソウルを見つけた。聖水見つけた。いや、めんどくせえんだよ、これ。だって、一回一回ソウルしてさ。あ、ちょ、聖水行こうか。あ、フライソウルのさ、効果切れるタイミングがわかんねえよ。これ、何これ。あー、なんか誰かいたんだけど。あいつかなんか行方不明になってたやつ。ソウルって何？これ距離なのか？俺毎回なんか一歩ずつ入って出てはの繰り返しだったんだけどさ。ランダムなのか？ランダムで何歩か歩いたらそれが消されるみたいな感じなのか？いまいち仕様わかんないよね。で、ラギル。ラギルってなんか裏切るっていう言葉をちょっと若者っぽい言葉にしたような感じするよね。なんかでもな、何言おうとしたんだ今の。なんかラギルって言葉でもちょっとなんか脳にピンとくるものがあったんだよな。さっきのアハ体験できそうな
感覚になったんだよ。なんか若者、若者と言葉も違うな。なんだろう、何が今俺の中でその引っかかりになったんだろうな。もう一回ちょっとソウルかけて、多分そろそろ切れてたでしょ。この辺は何もない。うえー、これのマジ切れるタイミングがわからんよね。ソウルかけて、またこいつらか。あ、待って、回復、回復しとけばよかった。エストナ使うか。エストナ使って、エストナもあともう4回しか使えないもんな。で、デーモンミスの方攻撃して、なんか股間がかゆい。なんか股間がなんか わさわさしてる。この実況終わったら酒を飲むんだ。酒をグビグビ飲んで、なんかセブンイレブンでこの前買ったなんか冷凍の牛ホルモン焼きみたいなおつまみと、あと、野源軟骨の唐揚げみたいな、それ食べるんだ今日。それとあとなんか酒、適当に 9% の酒2本飲んでよ。まあそれがおじさんのささやかな幸せだよね。ほんでソウル使って、あー、この辺はさっき探索したか。効果、あー、切れたか。で、うーん、いや回復はさっきしたから大丈夫。むしろソウルをかけて、あ、エクスマジックいいぞ。ここって踏んだっけ。もうダメだな、年だわ完全に。自分が歩んだ道すら分かんなくなってくからな。まあ一個しかないか。こいつ、 あいつの攻撃、攻撃ってなんで、恋人か。アルミナを探したらここに落ちてしまったんだよ。アルミナを見つけたものがここから脱出できなくなってしまった。そのアルミナ俺によこせよ。あんたち魔法が作れるの助けてくれないか。助けるか。大丈夫です。私の魔法で地上に戻れますよ。よく、本当かよかった。これで助かった。ところで私たちはブラントさんを探してるんですが、もしかしてあなたが。あ、そうだけど僕を知ってるのか。こいつか。アルミナを探してるんです。あなたが場所を知ってると聞いたもので。あ、そうだったの。助けてもらうんだから特別に教えるよ。エルバ島の洞窟に一つ、ウルプ島の洞窟に二つ、ロワール島の洞窟に一つのアルミナがまだあるはずだ。なんでこいつはそういうこと知ってんだよ。なんか GPS とかでもつけてんのか。あとエルバ島とウルプ島の洞窟はワープゾーンで繋がってるんだ。繋がりをよく覚えないと迷うぜ。わかりました。それじゃあ脱出します。テザー、あ、違う、間違えた。テザー、あー、なんか洞窟も探索が中途半端なところで終わっちゃったな。助かったよ。俺にこれ受け取ってくれよ。アルミナを手に入れた。3つ目だ。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。マースに恋人が待ってるからね。あ、こいつの船だったんだ。ちょっとまだあれだな。洞窟の奥、探索したりないから、でも MP がちょっと減ってるから、一回宿屋行って、あれだな、宿屋行ってちょっと補強してから、補強ってか補給してから、あ、ちょっとね、ルフィアじゃない、ジュリナだ、洞窟の奥サイド目指すことにするか。ちょっとスイングで戻ろう。あ、こっちか。あ、こっちから降りてみたんだけど、宝箱、そうなんだ、目の前にあるんだここだと。うんで、ある程度同じような場所まで戻ってきたんだけど、他に外観宝箱あるか。あ、なんか入り口何個かあるね。で、いいやつ出てきたじゃねえかよ。こいつあれか、なんだっけ、麻痺攻撃してくんのか。まあいい、麻痺は魔法でどうにか対処できるでしょう。麻痺野郎はとりあえず魔法で対処するとして、脳筋2人は、まあ、攻撃するしかないよね。やっぱこのいつあれだよな、魔法に対して、全魔法に対して耐性あるもんな。それこんだけ経験値が欲しいキャラなんだからさ。そこがな、ちょっとね、心苦しいわな。イヤホンの調子悪いな。なんか左の、ずっと前からなんだけど、イヤホンの左だけ、聞こえなくなることがあるんだよな。で、そのイヤホンジャックぶっ刺してる穴あるじゃん。あの辺、をちょっとコロコロ移動させてやるとなんか復活するんだよね。なんか配線が部分的に断裂してんのかさ、わかんねえけど、多分そういう何かが起きてんだろうな。ちょっともう一回リレットかけて、麻痺攻撃さえしてこなければ大して怖くないんだよあいつは。ちょっと待って、今誰が何した。もしかして間違えてルフィア攻撃したか。ルフィア攻撃にさせちゃった、参加させてしまったかもしれない。やらかしたな、それだったら。あー、くたばんねえもんな。いい、とりあえず逃げなければ OK だから。
あ、いいぞいいぞ、なんかめっちゃ照れてる。 A と A も B もすごい照れてくれてる。もう実況外でこいつ、あ、いい、 C も照れてる。もう実況外でこいつ100体ぐらい倒してもいいかもしんないね。うわーほらー、もうルフィア、でもルフィアの物理でも15ぐらい。ちょっと待って、あいつ S リト使うのか。 S リトはあのコアの方に 使われたらそれこそシャレにならんもんな。アークロスも死にかけてるし、やべ、これアークロス威嚇して死ぬな。うわーこれアーク、じゃあアークロスがもう一発威嚇力だったら死ぬな。確実に死ぬなこれ。アークロス終わった。やっちまったな。攻撃の要が死ぬのは結構きつい。おい、いい、いい、一体してます、でも。で、これで、一回ラギル使っ、あー、しまった。デルデを、あれだ。デルデ使えるのジュリナしかいないのもんな。いい、あー、でもこっち、あ、こっち、なんか気づいたら全員 HP 結構減ってた。まあ、で、せめて、オッケーオッケー、あいつ一体でもなくなってくれれば、いい。あとみんな魔法防御高いから、そんなに死ぬことはない。あー逃げられたが、テールでアグロス使って、なんかアグロスだけ経験値もらえないのちょっと嫌なんだけど、オッケーオッケーオッケー、蘇生した。あー、またこれ、またこれでアグロス死ぬんじゃないか。あー、オッケーオッケー、ド根性、ド根性で耐えた。いいぞアグロス、さすがにそろそろこのターンで草場、おっしゃーい、おいしい、おいしすぎるぜ。2レベルぐらい上がんないけど、ムージル、ムージルってなんぞ、アグロス。あー、逆に今、ジュリナがレベル上がんなかったのか。6って、6って、おま。で、アグロス回復させて、ジュリナも回復させて、ルフィアも回復させて、今は誰が何を覚えた？こいつがムージル覚えてたっけか。敵の魔法を封じます。すべての敵に有効です。これなんか、なんだっけ？ムーマだっけ？ムールか。ムールの女優互換。1グループに対してムージル。敵全体に効果がある。これなかなかいいな。これ使えばさ、エスリトとか、ああいうのに怯える必要がなくなるってことでしょ？それは、大していいじゃないか。で、エクスポーション。ここにも扉あったんだな。わかりにくかったけど。他はどうなってんだ？こっちはあの上に行く階段でしょ？ってことは、ここは？ここはあそこか。さっき俺が落ちたところに繋がってる穴か。まあ、ヴァンパイアでいいだっしょ。ヴァンパイアでいいでしょ。ああ、間違った。ムージルじゃねえんだよ。危ねえ。ラギール使って、物理でぶん殴って、ああ、いい、いいね。アグロスいつの間にあれか？もともとヴァンパイアって物理に対して、はそこまで強くなかったか。魔法に対してだけ異常までに耐性あって、アグロスが普通にワンパンしてくれることに関してちょっとびっくりしたな。でこっちから出て、どういうルートを通ればいいんだ。こうやって外側歩いてく。はい、ボムを手に入れた。また落とし穴あって、こっから地上に出るっていうか、これがどこに繋がってるか、ああ、だよね。で、デーモンメイズたちが出てきた。リデとさ、こいつらも使ってくるから、あんまりリデと効かなさそうだよね。氷物理に対して、氷物理ってなんだよ。氷魔法に対して耐性がありそう。だから、ジュリナは今普通にぶん殴ってもよかったんじゃないか、ワンちゃん。70以上のダメージをリデトで与えられるんだったら、でもこいつ、ラギルに耐性ないから普通にダメージ通るのかな。さあ、ジュリナ、あ、48、あ、これ物理でぶん殴った方がよかったな。物理でぶん殴ってたら今倒せてたのにな。で、こっちは何があんの？あ、ワープ。あ、え？あ、ここに？え、あいつさ、わざわざテザー使ってたけど、テザー使わなくてもよかったんじゃないの？これで多分、今の島の宝箱は全部回収したはずだから、で、聖水、まあ一応使うか。で、こっちの塔、え？どこだっけ？
あ、そう、スターフィッシュ、そうだ、俺さっき言おうとしてて忘れてた。そう、さっきあの塔に行くためにまあマース行って戻って宿泊まってさ、マースの宿を泊まって今ワープで戻ってきた塔あるじゃん、その塔に行く途中で一回こいつと戦闘になったんだよ、スターフィッシュ。スターフィッシュってまんま人出やったよね。この人出のなんか介護官みたいなやつ前出てたじゃん、色の赤いやつ。あっちの方がどちらかっていうとなんか人出って言われてピンとくるけど、あんまりだって人出って言われて緑色の人でイメージする人そんないなくねえか。でなんかこいつらがなんか懐かしいな、ちょっと懐かしさすら今僕感じたぞ。でアグロスはこっち攻撃して、まあこれでいいんじゃないか。ワンタンキルはさすがに厳しいかな。ルフィアの魔法ダメージ次第か。アグロスは普通にワンパンでぶん殴ってくれるから、これラギルで死ぬんじゃないか、あのクラゲ。あ、死ななかった。んでぶっ倒して、この砂漠に囲まれたこの島とあともう一個の島がなんかワープ地点でいっぱいつながってるみたいな、なんかそんなこと言ってたよね。厄介だな。ラギルで、いや、なんかもう魔法封じられることを前提に考えてジュリナも物理攻撃に参戦してよかったかもしれない。でも意外と大丈夫だった、普通に魔法を使っててもよかったな。やりやがったら俺まだ何もやってねえよ。こいつの同胞みたいに思ってたのか、このミミズのことを。敵間のさ、そのコミュニケーションみたいなってどうなってんだろうな。明らかになんか共食いするような見た目してるじゃん。実際和気あいあいとさ会話とか続けられてんのかね。でスカルヘッドの方をとりあえず攻撃して、こんなんでいいんじゃないの、ワンパンできるでしょ、おじさんもある程度強くなってるんだから。でも逆にジュリアとルフィアの物理でぶん殴ってもワンパンできないってちょっと弱すぎんよね。あ、でもアーティの意味もさすがに厳しくなってきたな。しかもアグロスの攻撃で知らないかつ鋭い眼光で眠らし攻撃、誰か寝ちゃう、誰も寝なかった、優秀。あとはもう適当に攻撃してれば倒せるでしょう。うわー、エストナ使われた。87。適当に攻撃してなくてもよかったな。これで、アグロスの方、俺左の方に攻撃ターゲット指定してたと思うんだけど、いけるかな？オッケーオッケー。ルフィアで行けた。で、この塔は何？どういう感じなの？なんか一番上のワープホールあったけどさ、あのワープホールもどっか繋がってるんでしょ？繋がってないワープホール、なんかただの、罠みたいなワープホールも場合によってはあんのかな。でドラゴンエッグを手に入れて、こっちの外回り、わーレバーあるよ。これによってなんかまたワープのさ位置変わったりしそうだよね。前にも一回そういうのあったよね。ちょっとあの宝箱をとりあえず回収しておきたい。で宝回収して、とりあえずもう時間もある程度経ってるからそろそろパートを区切ろうかなって思ってたんだけど、この島の外周回って、これこっちから右にさらに行けんのかな。ハイパワーリング、これはもうこいつが装備するしかないでしょ。408、攻撃の暴力だよね完全にね。もう今ちょっと防御が今すごい勢いで下がったように見えたけど、それに対して攻撃がこんだけ伸びるんだったら別にそこまでデメリットではないと個人的には思いたい。呪いの人形はなんか生々しいな。なんかしかもなんか変なの出てきてるしよ。でリアじゃない、待て待て、リデッドの方を使って、ラッキル使って、脳筋2人の攻撃がさレッドコアに集中してしまってるせいで、なんか他のザコモンスターを一向に狩ることができなくて、そのせいでこっちが大ダメージ受けてるっていう状況、普通にいけませんね。どうしよう、まあ、倒せればいいんだけどさ、その賭けに立って、あ、待って、今やべえ、おじさん霊連打しちゃったよ。わら人形一体倒すのは意味ないんだよ。レッドコア、レッドコアに集中してくれ。でリーデットかけて、うわーほらー、
なんかあいつが逃げたことによって空の宝箱が発生したみたいな、なんかそんな風に見えたんだけど今。でアグロスがその空の宝箱、おじさんもその空の宝箱をぶん殴ってるようにしか見えねえしよ。トリックアートみたいな、そんな感じになっちまってんじゃん。わら人形、今度お前が、あ、待って、なんか五寸釘手に入れてたよな。この五寸釘とわら人形を使ってなんかできるんじゃねえの。そんな気がしてきたぞ。島の外周とりあえず回ってあのワープ入ってみるか。あのワープ入ったらまたどっか変なとこ飛ばされて、聖水使ったっけ。あのワープ使ったらまた変なとこ飛ばされるんだろうな。罠で作られた人形です、知ってるよ、んなの。これでどっか飛ばされ、別の島かな。え、宝箱あんの。俺てっきりなんか別の島に飛ばされ、いやでも別の島っぽいよね。いやもうわかんねえから、もう今回はこの辺でやめておくか。レッドコア、ソーサラー、なんか魔法使いの地方移行官みたいに出てきた。ちょっとこの試合を最後に、まあいい結果になったらそのままあれだけど、もしこのレッドコアが逃げてたらもう全面的にカットしてると思うわ。ここどうせ坊主だよ、そんな結果だったわ。ってかいるじゃんあいつ。まあ次あいつに話しかけるところからやることにするか。あーもう2体とも逃げられてちょっとテンションだだ下がり。冒険はいいわ。なかなかうまくいかねえもんだよほんと。で次のパートはあの帰ってきたあいつに話しかけて、であと何洞窟2つ探索するような感じになるのかな。つうことでこの辺で終えるか。次回に続く。